男は黙って殺そうこう。めちゃくちゃかっこいいです。チェンジマイトカイザー、うん、言葉にならないなぁ。本当に最高です。おたほの秘密基地ご期待通りに、ただいま到着動画をご覧の皆さん、こんにちはおた父です。今日紹介するおうちゃは、これだ 勇者特急マイトガイン、超勇者復古列伝、マイトカイザーだー <laughs> あー全国のガンガヤロー、直撃世代、集結せよ。今回の動画が面白かったら、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。それから、ちびっこもぜひ、大人と一緒に見てね。俺と一緒にね、タイムスリップしよう。知らない人もね、どうぞ最後まで見てください。さあ、前回のマイトガイン。 これのね、レビュー見てくれて、本当にどうもありがとう。まあ、きっとね、好評だったと思います。まあ、これね、前回の動画撮った直後に今カメラ撮ってるんだけど、というわけでね、もう間髪入れずに、今日はね、マイトカイザー行こう。さあ、それではまずは、マイトカイザーに変形合体する、ドリル特急から、じっくり見ていこうじゃーん取り出しましたこれまたね、でかいんだよね。で、マイトガインもいいけど、このマイトカイザーもいいんだよね。 早速ドリル特急じっくり見ていこう。まずはね、この先端の部分がカイザードリルといい、マイトがね、ここによって操縦しています。先端には巨大なドリル。ここにはね、ギミックが詰まっています。こんな感じになっていて、後ろにはカイザー1からカイザー5までのカイザーマシンが5つ格納されているキャリアになっています。ここがカイザーキャリア。でね、ここの部分は全部シールに見えて全部塗装です。 いいですね。塗装はやっぱ質感がいい。でね、ここにウィングがあって。あの、なん言うのかな、こう、大地だけじゃなくてねあのし。あの、宇宙にもね、これでね、飛び立つことができます。後ろ側はここはステッカーになってますね。こんな感じ。で、裏面にはこのようにね、コロがたくさんあるので、これね、コロ走行できます。男は黙って、コロ走行。さあ、それではね、どんどん遊んでいこう。やっぱりまずはなんて言ってもね、 このカイザーマシンをね、発射。このハッチが全部開きます。落ちここね、クリックが効いています。うん、濃い,いね。取り出そう。カイザーワン。この辺になってて、ここを展開。じゃん小型偵察機。カイザーワン。カイザーツー。これはなんだっけな、地底戦車かなえー、ドリルがついている。 えー、このようなメーカーですね。それぞれのね、カイザーマシーンはあーかなり小ぶりなサイズとなっています。カイザー3。強力クレーン車。これはね、オレンジがトレードカラー。それから、どん,どん行こう。これが、グリーンのカイザー4。地底探査機ですね。さあ、そして最後。これは、カイザー5。 これはね、スーパーブルドーザー。こんな感じになります。色鮮やかなところと、それぞれのナンバリングが施されているところがいいですね。じゃーん。全部色々並べて大きさ比較するとこんな感じ。このドリル特急がね、かなり大きいことがわかります。ロコモライザーより、えー、そうだな。まあ、二回りぐらい違うかなという感じです。あ、ちなみに前回のレビューで煙突出すの忘れてましたね。ごめんごめん。本当はね、正しくはこういう風になってます。 さあ、お待たせ早速ね、合体させよう合体の掛け声は、ああね、例もちろんみんな知ってると思いますそれでは行こうせーのチェンジマイトカイザーこれがかっこいい。今回のマイトカイザー、オタファテクニカルレベル、ああ、これもズバーリー 3! かな結構プレイバリューがあるんだけどね、かなりシンプルです。ちょっと僕がいつも遊んでるような、感じでね、あの、一緒に楽しもうまずは、カイザードリルを。 取り外しこの部分も外すそしたらあ最後にウィングこれがね結構力いるやつだなせーのよいしょこういうふうに接続されていますおちょっともう <laughs> 怖いよねこういう時ね、うん、こうやっていこうあちょっと待ってよ勇者トイはねとにかくゆっくりいじりたいところだねこういうプラトイはねこのジョイント周りをね気をつけた方がいい ま、こんな感じで外すと。カイザーキャリアはこの時使用しません。カイザードリルから先端のドリルを取り外し、これがね、胴体になります。中央部分から、このように折りたたんで、これにします。少しずつね、合体させていくから、ウィングはこんな感じにして、えー、こんな感じにしましょう。<laughs> さあ、そしたらね、カイザーワン 改めて単体こんな感じでちょっと見ていきます。シールは一切なし。こんな感じですね。うん、クリアパーツのところとか綺麗ですえ。で、これはこのままなんだよな。あ、そうだな。ちょっとずつ合体させていくけどね。うん、ごめんごめん。今度、今度はね、カイザー 2! これは、先端のドリルが外れて、このカバーを展開すると、この中にね、腕が入っています。再びドリルパーツをこのように取り付ければ、これで完成。あ、ごめん ジョイントがありますね。このランチ。カイザー3。これもカイザー2と同じ感じですね。うん。この、こう、無心になっていじれるとこいいなこれで完成です。さあ、今度はね、カイザー4。この部分を起こし、この赤い部分がね、つま先になります。これを展開する。これで完成。そしたら、最後に、 カイザー5これをここによーく見ると小さいポッチがいっぱいありますこれ見えるかな全部こっちまで持ってきてこのようにしたらつま先出してこれでね合体準備完了これがね全部くっつくわけですうん劇中では本当に合体,合体がかっこいいんだよな <laughs> ちょっとねこれもいきます接続ジョイントこういうふうになってます あの、なんかやっぱ不思議だよね。あの、子供の頃にいじったトイってさ、何十年ぶりに触っても覚えてるんだよね。なんかこう、手、手がなんか、覚えてるというかさ、うん。あ、ごめん。これ勝手ジョイント出してなかった。<laughs> ところどころは忘れてるけどさ、うん。なんとなくこう、ちびっこが触っても、なんていうのかな。全然問題ない感じのさ、この適度な難易度。うん。いいよね。デラ,デラック、ストイって感じがします。こう。 そしたら、カイザー1。これが、えー、ジョイントは2箇所あります。こことここ。こういう感じで、接続。劇中ではね、上空でこう、一瞬でこう合体していくんだけどね。まあ、こういう感じになります。そしたら、少しずつパーツを取り付けていこう。ウィングパーツがここですね。こういう感じで被せます。か。反対側。 いやまあ前回のマイトガイの時にも言ったけど、懐かしい問い触ってるとさ、特にこういう勇者シリーズの問いとか触ってると本当に <laughs>、何て言うのかな、こう言葉が意味を持たなくなるというかね、<laughs> 本当に素晴らしいなと思います、えー。ドリルね、ちょっと最後にしようか。うん、さあ、そしたらね、ここら辺で、マイトがね、こういうわけです。マイトカイザー、起動 で、このおもちゃはさ、手首もうすでに出てんだけどね、おなじみの、手刀から出て、グッてなるやつね、この手首ね、これが展開し、カイザー1をこのように起こしていくと、頭部パーツになっています。こう。で、あとはこのパーツ。このジョイントの部分の位置を調整し、この穴の中にセットすれば、 マイトカイザーだおー見事にね、変形合体しましたーこの色鮮やかでさ、こう、ウィングがあるところがいいよねーちょっと手に持ってみようこんな感じです。やっぱり昔の勇者といってさ、結構ボリュームがあって、うーんー、本当になんていうのかなー、うん。言葉にならないなー。本当に最高です。全体のプロポーションはこんな感じ。 非常によくまとまったプロポーションで僕はこれが大好きです。横。そして後ろ。こんな感じとなっています。早速近くでじっくり見ていこう。まずは頭部。この頭部もかっこいいよね。この額の部分はメッキパーツとなっていて目の部分には就効ギミックがあります。この、ね、クリアグリーンの目が光っているのがわかるかと思います。いい顔してるよね。それから上半身。 この胸部のところね、メッキパーツが大変映えます。それぞれのカイザーマシーンによる手足。あとはね、胴体のカイザー1。うん、この辺のボリュームとか、色使いが本当に素晴らしい。可動に関しては、まあ、腕周りのみだね。腕がこのようにクリックで。えー、なんていうのかな。このウィングが干渉しないところまで動くという感じです。あとは、あ、ちょっとね、このクリックが使えるという感じかな。 さあ、そしたらね、このカイザードリルの先端部分の、まあ、これもカイザードリルというんだけど、これが武器になります。ここにジョイントパーツがついていて、持たせることができます。じゃーん装備するとこんな感じ <laughs> いいね、こうドリル2つあるんだけど、こうモチーフかぶりなんかもう全然気にしないぐらいね。なんかこう、子供が見て、かっこいいなと思う要素がね、本当にいっぱい詰まっています。 必殺技はやっぱり何と言ってもこのカイザードリルを使ったドリルクラッシャーあ、そうそう。マイトガインのように、あの、合体完了後にね、セリフがあって、それが愛の翼に勇気を込めて、回せ正義の大車輪。勇者特急マイトカイザー。ご期待通りに、ただいま到着。 これ、マイトガインの時は、ほら、マイトガインが言ってたんだけど、これはマイトが言うっていうところがね、なんかいいですね。あとは、頭部にね、コックピットがあって、こう、合体のシーンで一瞬で、こう、なんていうかな、こう、マスクされるみたいな。あー、でも、語りたいことが本当にいっぱいある。とにかくかっこいいですね。あとは、マイトカイザー形態での、まあ、このカイザーキャリアの遊び方としては、一応説明書に書いてあるのがね、まあ、この上に乗せることができるってやつだね <laughs>。いわゆる往年の、なんていうのかな。 クローバー遊びというのかなこう、青島遊び的な。うん。まあ、こういう感じにもなります。さあ、そしたらね、このマイトカイザー、まだまだプレイバリューがあります。組み換え変形により、カイザージェットに変形します。というわけでね、早速このままお見せします。せっかく合体させたんだけど、再びバラします。えーとね、ちょっと待ってね。これ外れやすいから、これ先に外して、こんな感じにし、 でどんどんばらしていきます。頭部は、こうかな。こういう風うにしておいて、せーの。このようにジョイントコインでな。せーの。まあこれ復刻版だから大事だけどね。うん。当時品のやつとか、ああ、怖いなと思いますね。足のつま先を収納し、先端部分を伸ばす。このようにしたら、ここに、えー、さっきのね、ドリル。ジョイントを元に戻して、 まあでもこれ口頭の説明がいらないぐらい。うん。もう感覚で <laughs> 見てわかると思います。ここからね、再びくっつけていくという感じですね。カイザー1がここ。このようにし、えさっきのこのパーツは、あ取らなくてよかった。<laughs> で、2と3が腕をしまい、 ジョイント、あ、ジョイントは出したままでいいんだよな。えっ、ー、と、これが、あーこちら。この腰横にね、腕と同じ、えー、合体ジョイントがあります。ここは片側がウィングになって、で、反対側は。かなりシンプルだよね。シンプルですごくわかりやすい。あ、おちょっと待ってね。ドリル、ドリル。こんな感じ。いや、あの、余談なんだけど、放映当時はこのマイトカイザーは買ってもらえなかったな。あの、 ま、買ってもらえなかったというか、自分もお小遣い貯めて、買いたかったけど、ちょっと我慢したなあ僕、大連王を買った気がするんだよなあ、これ我慢して、大連王を買いました <laughs>。あの、マイトガインもそうだったんだけどさ、もう、ある程度卒業しなきゃいけない時期だったから、なんか、その、自転車で持って帰るとき、めっちゃ恥ずかしかったんだよなあ。お、そうこうしてるみたいにね。変形完了これがカイザージェット どう僕、このカイザージェットの携帯すっごい大好きです。こうボリュームがあってね。機種がドリルで。めちゃくちゃかっこいいです。あ、そうだ、そうだ、そうだ、ごめん。これ、つま先さ、さっき勢いで収納しちゃったけど。そう、正しくはこうです、こうです。こういう感じですね。うん。つま先出てた方がやっぱりバランスいい。こんな感じです。 これね、劇中でもね、登場してましたね。この姿で、こう現場に駆けつけたりとか、うん、登場シーンよくありました。カイザージェットはこんな感じ。さあ、そしたら最後は比較いこうじゃん前回レビューしたマイトガインと一緒に並べると、こんな感じ。頭の高さ大体同じだね。うーん、絶妙なバランスだな本当にいいボリュームだよね。劇中の中盤、マイトカイザーが登場すると、 マイトがね、こっちに乗り込むんで、あの、なんていうのかな。マイト、あの、ガインだけでね、こう、マイトガインに、こう、合体できるようになるんだよね。いやー、語りたいこといっぱいあるけどね。<laughs> 本当に最高です。あのね、このマイトガインとね、えー、マイトカイザー、この2体がね、グレートダッシュ、強化合体して、グレートマイトガインになります。まあ、今日はここまで、一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで、今回の勇者特急、マイトガイン。 超勇者復興列伝、デラックス、マイトカイザーのレビュー、いかがだったでしょうか直撃世代のあなた、一緒にね、タイムスリップできたでしょうかもちろんね、あの、初めて見た人にとっても、あとは世代は違えど、これスーパーロボット大戦に登場してるからね、大変改めて有名なロボットだなと思いました。マイトカイザーは本当に最高だね。さあ次回、グレートダッシュもしね、今回の動画が好評であればね、ぜひやりたいなと思います。本当にね、次も楽しみにしててください。 今回の動画、面白かったな、楽しかった。<laughs> 一緒に遊んだ気になった、参考になった、懐かしい気持ちだったという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter、公式、えー、LINE アカウントがあります。お友達の追加、どうぞよろしく。あとはどんなことでも結構です。マイトカインの思い出とかね、あ僕もあこういうところが好きとかね、あ吉永サリーがあー僕は好きだっていう声結構あったね。<laughs> 他にもね、登場人物とかね、あの、ジョーとのね、対決うん。ロコモラ、あ、まあ、いや <laughs>。もしよかったらね、どんなコメントでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の、グレートダッシュで、お会いいたしましょうおどうでしょうまたねーガンヤの